ネバセイクッキング。さて始まりましたネバセイクッキングのお時間です。本日アシスタントを務めますネバセイ音です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこちら自称料理研究家のネバセイ心先生です。先生よろしくお願いします。ネバー、よろしくお願いします。さて先生、本日のお料理は何でしょうか。これからの季節にぴったりなお酒に合う簡単おつまみをご紹介していこうと思います。お酒をいただきたくなる季節ですからね、うん、そうなんですよ。日本酒とかハイボールとか最高。あ、僕は未成年なので飲めないんですけれども。私が飲めるんで大丈夫です。先生はいつもご自分でおつまみを作ってらっしゃるんですか。あ、はい、もちろんです。はい、作ってらっしゃるんですか。はい、いつも作ってますよ。本当ですか。それでは早速クッキングスタート。先生、漢字やらされる人って大体決まってるよね。まず一品目はこちら、サバ缶のネギ味噌バター。美味しそうですね。それでは食材の紹介です。サバの水煮缶一つです。ネギ10センチ程度です。本日は白い部分を使います。味噌ご自宅にあるもので構いません。バター 5g です。七味唐辛子こちらお好みですね。それではまずは長ネギを千切りにしてください。フォークでやると簡単にできますよ。続いて鍋にサバ缶を汁ごと入れて味噌と一緒に一煮立ちさせます。すごく美味しそうです。一煮立ちしたら皿に移してバターと七味唐辛子を乗せます。いいですね。上に千切り長ネギを乗せたら完成です。はい、お料理よりなんだかお酒がメインになってますけれども、実際に作っていただくときはこのタイミングでご用意いただくといいと思いますよ。作り終わってからではないですね。はい、わかりました。二品目は納豆の揚げ焼きです。いいですね。それでは食材を紹介していきます。厚揚げ5枚程度です。納豆1パックです。生姜チューブタイプでも結構です。万能ネギと調味料です。ネギはみじん切りのもの、醤油ポン酢はお好みです。まずは納豆を混ぜていきます。混ぜている最中のいい匂いがたまりません。パックからお皿に出すのもポイントです。どういった効果があるのでしょう。映えます。なるほど、薄めのポイントでした。そして万能ネギを納豆にかけていきます。相性抜群ですね。そして再び混ぜていきます。混ぜる回数が多いほどコクが増すと言われています。そして厚揚げに入れていきます。これは美味しそうですね。そして厚揚げの口を用事で止めていきます。餅巾着の要領です。この時手のひらで平べったくすると綺麗に焼き色がつきますよ。ポイントですね。こちらを弱火で焼き色がつくまでじっくりと焼いていきます。じゅーっと音が聞こえてきそうです。両面しっかりと焼いていきますよ。綺麗に焼き色がつきました。お好みで醤油やポン酢、生姜をつけていただきます。熱いうちに頬張りたいですね。さあ、そして最後に紹介するのは蒸し枝豆のラー油がけ。蒸し枝豆のラー油がけ、食材を紹介します。枝豆本日は冷凍のものを使用してます。生のものを蒸すよりすごく簡単にできるんですよ。先生にぴったりですね。岩塩、今回はピンク岩塩を使用します。こちらにはどういった効果があるのでしょう。映えですね。映えでした。普通のお塩でも結構です。ラー油お好みですね。はい、それではまず解凍した枝豆にピンク岩塩を振っていきます。綺麗ですね。生の枝豆の場合は塩を振ってから蒸してください。なるほど。次にラー油をかけていきます。ラー油ですね。完成です。先生、このお料理はワンポイントアドバイスありますか。はい、ワンポイントアドバイス、ラー油を買っておく。大切ですね。お買い物の際にラー油を必ず買ってください。それがポイントです。ラー油なかったらただの枝豆ですからね。はい、というわけでここまでご紹介した料理は私がいつも使っているレシピサイトからお借りしました。あ、オリジナルじゃないんですね。概要欄に URL を載せておきますのでぜひご覧ください。ぜひご覧ください。先生、ここまではレシピサイトからの引用ということでしたけれども、何か一品先生のオリジナルレシピを教えていただけないでしょうか。なるほど、そうですね。ではこんなのどうでしょう。おつまみでもがっつり食べたい人のための簡単ヘルシーハンバーグ。ハンバーグいいんじゃないでしょうか。それではまずオンラインショップでパイヌ豚のハンバーグを取り寄せてください。まずは買うところからですね。あとはパッケージに書かれてある通りに作ってください。当然ですね。完成です。完成しちゃいました。あっという間ですね。先生、今のもちょっと料理番組としてはちょっと難しかったですかね。いやいや、難しくはないんですけど、むしろ簡単。そんな家でいちいちやってらんないよっていう人もいらっしゃいますよね。実はパイヌ豚のハンバーグが食べられるお店もあるんですよ。はい、ついに料理番組じゃなくなりましたね。ロート製薬直営のレストラン春国春菜で食べることができます。宣伝でした。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。行ってみてください。本日ご紹介したレシピはいかがでしたか。
どれもネットで調べたりパッケージの裏を見たりお店に行ったり誰でもわかる簡単な情報でした。ありがとうございます。求めてないです。それでは本日はこの辺でさようなら。さようなら。また次回お会いしましょう。二度とやりません。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。